時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君広と争わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組は、日曜日の憂鬱な気持ちをですね、希望に変える内容となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。また番組ではメッセージを募集しています。宛先メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。YouTube でも同時に、配信をしています。YouTube から FMGino1 日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせて、お願いします。はい、はい、ということで、というわけで先週は12年までとか、そうですね。先週は、はい。先週は12月最初の回ですね。最初の回ですね。はい。12月に入りましたね。はい、入りました。もう今年もあと1ヶ月ということで。早いですね。はい、早いですね。そう、それでね、先週がね、アンディ・ユー選手に来ていただいて、はい、初めてプロレスラーに来ていただいた。はい。単なるプロレスラーじゃなくて、現役っていうところが結構貴重な感じですかね。うんうんうん、うん。現役でバリバリでやってるっていうね。そうですね、はい。そしてチャンピオンっていう。確かに確かに。で、小さい頃からレスラーになりたくって、ね、憧れてた武藤敬司選手とデビューして2年でグレートムタと戦えちゃうっていう、すごいですよね。そうですね。はい。まあ、ただちょっと、ワールドカップの日本戦と被っちゃったっていうね。そう。もう時間がね。はい。そうでした、そうでした。まあ、その中でもいっぱい聞いていただけて、本当にありがたいことにいっぱい聞いていただけてるので。はい。はい、ありがとうございます。はい。そして今日もゲストをお呼びしてるんですよね。はい、そうですね。今日はまた違った感じのゲストをお呼びしてますので。はい。はい、また、後ほどご紹介をしたいと思います。はい。はい、じゃあ、まず1曲いきます。はい、じゃあ今日のゲストさんからのリクエストって、Perfume のドリームランドです。はい。はい、では、本日も、素敵なゲストをお呼びしてますので、ご紹介したいと思います。精霊アーティストの春木ロマンティカさんです。わあ。春木さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず質問なんですけど、精霊アーティストっていうのは どういうアーティストなんでしょうか。精霊アーティストはですね、はい、まず僕バリ島に旅行で旅で行ってた時があるんですけど、はい、その時に夜の森を見てたんですね、はいはい、で、月光に照らされて森の影がくっきり出てたんですけど、はい、それを眺めてたらですね、初めて、精霊の存在を森に感じたんです。で、森全体が、もう本当生命力に溢れた感じで、本当に今まで感じたことのないような、感覚になって、で、まあ、それ、精霊が降りてきたんだっていう体験があったんですよ。その、夜の森をスケッチしてて、で、はい、鼻と口と目を描いて、で、まあ、それが、自分の中の精霊の原型となって、はい。で、それから、やっぱね、精霊とかに興味持って、そしたら、はい、ペルーのアマゾン川のところに、未だに精霊とつながる部族がいるっていうので、訪ねに行ったんですね。で、今でも古代から続く儀式を彼らは行ってて、で、それも参加することができたんですけど、はい、
まあ、夜暗い中セレモニーハウスがあって、で、そこで薬草茶を飲むんですが、それを飲むと、なんていうかな、ちょっと意識が変容して、まあ、そういった彼らが言う精霊の世界を垣間見ることができるんですね。で、ね、そういうのって本当物語の世界とか、神話の世界とか、ま、憧れてた世界でもあるんですけど、まあ、それを目の当たりにして、まあ、自分のバリ島での経験とつながって、あ、精霊が本当にいたっていうことで、で、その精霊の世界とか、目に見えない世界を、絵とか、人形にして活動しているので、精霊アーティストと名付けましおた。お、なるほど、なるほど。はい。そうですね。すごい。なんかね。ペルーにあるんですか？その聖地というか。そうです。はい。ペルーの、そうですね。本当はアマゾン川の、ほとり、に、そういったね、シャーマンって言われる、その目に見えない世界とつながる人たちが、集まってる村があって、で、そこに行って、体験してきましたね。最初にバリ島で見たっておっしゃってたんですけど、はい。バリ島自体にも精霊はいるっていうことなんですか？バリ、そうですね。そう、バリ島はなんか本当、すごい祈りと共に暮らしていて、そこら辺に精霊の石像があったり、民族衣装、ね、女性はまだ着てて、で、お花を、上、なんていうの？神様にあげたり、その儀式と暮らしが一緒になってて、なんかね、もともとそういう霊的な場所だよっていうのは聞いてたんですけど、まあ、行った初日に金縛りになったり、なんかちょっとそういう霊的な体験があって、で、その流れで、精霊の存在を感じるっていう体験があって、それね、土は、地、なんかツアーで行って、たまたまそういうのに遭遇したみたいな感じなんですか？それとももうそれが目的で行ったとかって感じなんですか？そう、なんかバリ島ね、そういう霊的な部分と、あとアートの部分で、ちょっと憧れがあって、で、もう一人で自由旅行で行きましたね。バックパックで。やっぱりそれは、よく日本人ってバリ島って結構、ツアーとかで行くじゃないですか。もうリゾートとして。ああいう場所とは違う感じなんですか？もっとちょっとそういう、なんか森っていうか、そういう場所に行くんですかね。そういう、もう日本人がよく行くような場所とは違う。そうです。バリ島はね、割とそんなに奥まで行ってないんですけど、なんかね、普通の住民が住むような場所に場所借りて、なるほそうど、なるそほど。う、家族のね、建物の3階かなんかに、3階を借りて暮らしてましたね。ホテルとかそういう感じではなかったです。そう。たまにね、ツアーとかでも旅行、親とかとね、行くんですけど、やっぱツアーで見るものと、自分一人でなんか導かれるように行く場所って、その国々の見方も違うし、感じるものも違うし、また全く違うものが見えてきますね。なるほどです。そえ、れですごい。精霊を見ましたと、精霊を感じましたと、バリ島で。はい。それで、一度日本に持ち帰って、精霊を調はい。べたら、ペルーにいるってことが分かっていったっていうつなそうがですね。はい。なんり。か、アマゾン川とか、そういった部族とかに昔から憧れがあって、で、行きたいなと思ってたところに、何人かから、そのシャーマンがいるよっていうのを聞いたんですよ、話で。で、それは行かなきゃと思って。行かなきゃ、呼ばれましたかね。ちなみに、そのペルーにまず入国をしていくんですか？多分そういうそうとでこ、す。すごい、もう、僻地みたいな感じですよね。普通に、普通のルートじゃ行けないような、感じ。そうですね。普通の観光客は全く行かなくて、で、まずペルーの首都のリマから飛行機で、
3時間ぐらいかな、国内線でプカルパっていう街に行くんですけど、そこでまず、あれです。食堂入ったら、なんでここに日本人がいるんだっていう番組あるじゃないですか。どうして？それの取材班と会ったりね。まあ、それぐらい普通の人は行かない街で、で、そこから、ボートで1時間ぐらい行くと、そのシャーマン村があるんですよ。それは何族っていう。それ、シピボ族です。おし、えシピボ。シピボ？シピボ族。シピボ族。刺繍とかが、すごい素晴らしい部族ですね。そういった薬草の文化とかがすごいですね。実際そのシピボ族の、衣装に着替えて、そこで生活を何ヶ月とかされたって感じになるんですか？衣装は全然着ないですね。ああ、いい僕か。とかは。ただセレモニーの時は、彼らの作った、服着たり、刺繍を着たりしてましたけど。実際そのシピボ族以外の部外者って結構、敵対しっていうか、なんかそういうふうにされたりとかする、なんかイメージがあるんですけど、そういうのはなくて、結構受け入れてくれるんですか、部外者でも。そこは結構もう受け入れ体制が整ってて、そう、世界中からそういったシャーマニズムとか薬草に興味ある方が訪れてますね。なるほどですね。あ、じゃあもうそこに行って、どういう生活というか、どういう、なんでしょうね、アテンドがあるというか、なんですか。生活は、食事制限をするんですよ。このセレモニーで飲む薬草がすごい浄化作用もあって、体の浄化もすごい、効果あるので、まず、食事制限をして、お肉とかお酒とかカフェインとか、そういうのを抜いて、体をあらかじめできるだけきれいにしとくんですね。で、そうすると、その薬草もよく、効いて、いいビジョンを見るって言うんですけど、そう、体とか心の状態がいいと、その薬草茶を飲んだ時にいい精霊が来て、いいビジョンを見させてくれるっていうので、そう、まず朝、そうですね、そう、お肉、酒、カフェインとか抜いて、野菜中心。で、そのセレモニーの当日は、朝食だけ軽い朝食食べて、で、あとは食べずにして、夜セレモニーをするという感じで。だいたい朝方までセレモニーが続きます。不思議な世界ですね。そう、すごい不思議な世界で。で、彼ら、ね、シャーマンって言ってもいろんなことを想像すると思うんですけど、彼らは現地の言葉だとクランデーロって言ってて、直訳すると治療家っていう意味なんですけど、その薬草を飲んで、彼らが精霊と繋がって、で、そのビジョンの中で模様を見るんですけど、その模様を彼らは読んで、それを歌にして、患者の心身とか魂を癒すっていう文化なんですね。そう、だからすごい、ね、物語の世界のような世界観が今でもあって、なるほすどごね。い感動するんですよ。感動す的な世界。ごい。こはもう電気とかガスとか水道も一切なくてって感じなんですか？ね、ありますね。ある、それはある。そこはね、ちゃんとしたっていうか、村になってて、水道は出てて、ガスもあったな。ただ、そう、電気はね、結構切れやすくて、いきなり停電とかはちょいちょいありますね。もう、実際そのお肉とかはほぼ食べないですか？もともと食べないですか？それともその儀式の時に食べないですか？その精霊とつながる時に。つながる、そう、基本は、
儀式の時だけ食べないですね。ああ、なるほど。あ、それ以外はもう普通に食べるっていう。うん、でもチキンだけかな。四つ足は食べてなかったですね。え、その、狩りとかもするですか？狩りをして。狩りはね、そこの村ではしてないです。ああ。うん、けど、もっと奥地に行ったことあるんですけど、はいそはい。こでは、鳥狩りに行ったりしてましたね。ペルーのシピボ族の人たちで。狩りをしないってことは、じゃあ、一応その、どっかから送るとか、その、なんていうんですかね。普通はちょっと多少あるってことですかね。あ、そうそう、商店もあるし、船で行けば街もあるし、ああ、そうなんですね。うん。そっか。まあでもそうですね。はい、どうぞ。シャーマンの家族は、その薬草を育てたり、儀式したりっていうので生計立ててましたね。うん。そうなんで、そこでこういろいろ精霊を感じて、それうで、ん。アーティストになりたいって思われたってことなんですそうですね。はい。今までも、それまでも絵は好きで、ね、自分で描いたりはしてたんですけど、その精霊の世界を見てからは、ね、これ目に見えない世界なので、まあ、これをこの目に見える世界に、なんていうかな、紹介したいっていうか、まあそういった、ね、それが仕事なん、自分に与えられた仕事なのかなと思って、これから、絵を中心に来てますね。うん。ですね。そっか、伝えたいってことなんうんうんうん。です。そこのシピ部族のとこにはどのぐらいの期間いたんですか？1ヶ月から2ヶ月ぐらいですね。今まで4回ぐらい行ってるんですけど。4回。あ、そうなんですはね。い。すうん。ごい。おい。あ、じゃあ一回日本に帰ってきて、また行ってっていうのを4回やったってことですか？そうですね。はい。あ、全部このシピ部族のとこに。全部シピボ族のとこです。すごいですね。そうなんですね。でもまあ、それだけ魅力があって引き継げられてってことですもんね。そうですね。ですか。なんかそそう。こで、まあ、いろいろ食事制限とか、その儀式の時はされるっていうことでしたけれども、何かそこで食べた美味しいものとか、珍しいものとかありますか？ペルーの方では、フルーツが美味しかったですね。フルーツ、なんか、名前もわかんないけど、いろいろ試して。あとバナナ？バナナが、焼きバナナが美味しいのと、あとペルーではないんですけど、ブラジルの方も、のアマゾンに行ったこともあった。違う違う、あれペルーだ、ペルー。そう、ペルーの、普通にその時はペルーのとにかく奥に行きたくて、それで2日間ジャングル歩いて、丸1日ボートで行ってたどり着く村があるんですけど、それはマチェス族っていう狩りが得意な部族で、でそこにホームステイした時にはですね、猿狩りに一緒について、猿狩り。猿狩り、猿、そう、猿。そう、男、現地の男3人と僕で、森の中にジャングル入って、で、まず、最初みんな耳を澄ませてたんですね。で、僕に何も聞こえなかったんですけど、みんな、あっちだって言って、一斉にジャングル走り出して、で、それもなんかもう本当の道なきジャングルをすっごい速さで走っていって、もう彼らとの真似して、裸足でついていったんですけど、もう全然スピード追いつかないし、で、本当に、細い木の幹を橋にして川を渡ったりするんですけど、もう僕なんて橋から落ちて全身川に浸かったりして、まあそうなりながらもついていったら、猿の群れがいて、そう、それで鉄砲でバーンって撃って、村に持ち帰るんですけど、そう、それで村に着いたら女性に猿渡して、で、夕飯に猿が出てきて。すごいすごい。インディ・ジョーンズの世界ですよね。なんと言っていいかわかんないですけ
すごい。で、僕をね、お客さんだったので、猿の頭を割ってきて、で、脳みそを食べたんですけど、脳みそっていうかもう全部食べたんだけど、猿の脳みそが今まで人生で食べた食べ物の中で一番美味しかったです。すごい。例えるとどんな味ですか？例えるとっていうか、そ近のいか脳みその、なんか名前の由来が分かったって感じ。脳って脳じゃないですか。臓器の脳なんですよ。なぜか味噌ってついてるじゃないですか。なんつうの、だしっていうか、濃厚で、これが脳みそなんだっていうのが分かりました。そうなんだ。すっなんごいか、美味しかった。すごい、白子みたいなイメージをしますけれども。ね、ちょっと白子に似てたと思う。白子もすごい濃厚な味だった感じの。珍味みたいな感じですよね、なんか。すごすごーい。い。第2位は猿の目。ね？そう、そのまま、目ん玉も美味しかったし、顔の皮とかも食べて、とにかく本当にごちそうでしたね。命を、本当になんかすごい命をいただいたっていう、感覚でした。すごい、ご馳走なんですね、あちらの方にとって。そうですね。で、その町族は主に狩りを結構する、民族っていうか、そうですね。狩りが得意な部族っていうのは聞いて、でも畑もやってましたね。パパイヤとかバナナ育てて、そしても、女性人たちと一緒に行って、カゴにパパイヤバナナ積んで、頭にバントして、もう一緒に持ち帰ったり。あとは、芋か、ゆか芋っていう、キャッサバの芋が、すごい、美味しいですね。あと、ピラニアとかね。魚。このシピボ族とマチス族っていうのは、何か連携は取ってるんですか？連携っていうか、なんか連結が変ですけど、戦いになったりしてないですか？戦いはしてない。今はしてない。昔とかはわかんないんですけど。一応シピボ族に紹介されてマチス族のとこ行ったって感じなんですか？それとももう最初からマチス族のとこ目指していったんですか？この行った時は。マチス族はですね、とにかくジャングルの奥に行きたいっていうので、連れてってくれる人を探してて、それで、そしたら、そのマチス族の人を紹介してもらって、やっぱりそういうネットワークがあるってことですね、じゃあ一応。そうかな、そう、どうなんだろうね。あ普通の街の、なんかね、旅行会社をいろいろ回って、それで、なんか、普通の旅行会社やっぱ、ちゃんとしたツアーしか組んでなくて、それでもいろいろ探し回ったら、なんかちょっとすごい寂れた暗い旅行会社入っていったら、おじちゃんが二人いて、ローカルな。そこが、よっしゃーっつって、連れてってくれましたね、ライオンすごも。い。すごいですね。そっか、なんかこう、春樹さんの職業自体が、普段の日常がどうなってるんだろうっていうのが不思議なんですけれども、どんな生活をされてるんですか？生活は埼玉の、東秩父村っていう埼玉唯一の村での山の中で、のんびりめに暮らしてます。そこは精霊はいないんですか？ ここは精霊はいっぱいいますね。いっぱいいます。見えますか？いっぱいいます。感じますか？まあね、本当はどこにでもいるんだろうけど、このでもね、やっ感ぱり、覚がやっぱね、その精霊はそこの場所場所で違うんですか？精霊、いや、違うと思いますね、やっぱり。なるほど。じゃあ、バリ島で見たのと、ペルーのとこで見たのはまた違う映像だったんですか？映像っていうか、感覚とそしうて。ですね。そう、ペルーの、でもバリ島で、に来た精霊はいて、
で、その精霊は今、精霊ボンボって言って、僕のオリジナル精霊キャラクターになってるんですけど。精霊ボンボ。いいですね。すごい、なんかね、すごいずっと聞いてたいんですけれども、お時間が時近間づいが。てくるので、逆にその精霊ボンボちゃんはどうしたら、今、リスナーの皆さんは見ることができますか？精霊ボンボ、漢字で精霊、カタカナでボンボってやったら、インターネットで調べたら、ホームページ出てくると思うので、ぜわかりひ、ました。そこ見でてじみてくゃあ、ださい。最後になんですけど、沖縄にも精霊はいそうなんです沖縄はいっぱいいるんじゃないですか？か？沖縄いい、キジムナーとかね、聞くし。シーサーは違うんですか？あれは関係ない。シーサーは何だろう。でも僕、シーサーにちなんだ精霊を自分の精霊として作りましたけど。シーサーはね、中国から来たあれなのかな。でも、ね、精霊とかそういった天界とかそっちの生き物を誰かが、感知して形にしたんじゃないかなと思いますけどね。そうなんですね。ちょっともっとね、いっぱい聞きたいですけど、もう。もっと聞きたい。立派な話も聞きあっという間だったな。たい。そうですね。またぜひぜひ遊びに来てください。聞きたいですね。そして、リスナーの皆ありさん、がとぜうございひ、ま精霊ボンボと、検索していただければと思いす。まよろしくお願いす。します。という感じで今日も終わりということで。急に切った そうですね。この番組は毎週日曜夜8時から放送されておおりま待ちす。してます。よろしければ来週もお聞きください。じゃあ本日は、ロマンティコさん、ありがとうございました。ありがとうございありまがしとうごた。ざいました。それでは皆さんまた来週。おやおやすすみなみさなさい。い。